Hey guys! Thank you for watching my video. This is Sekidai, your conductor speaking. 皆さんこんにちは。英語車掌の Sekidai です。僕のこの動画を見てくださっている方は将来鉄道員になりたい。そして鉄道に入るためにはどうしたらいいのかということを情報収集している方もいると思うんですね。そのような方に役立てる動画になってもらえたら嬉しいなと思ってこの動画を作成いたしました。僕がこれまで上げてきた動画の中でもこのような勉強しておいた方がいいんですかとか、スポーツをやっておいた方がいいんですかだとか、さまざまなコメントをくださるんですけども、僕もこの YouTube の他にさまざまな活動をしておりますから、すぐに返せるというわけではないんですね。それが何日か後になってしまう場合もありますし、僕がそのコメントを見落としていたらかなり気づくまで遅くなってしまうということもありますから、そういったところではそのコメントをくださった方には大変もどかしい気持ちにさせてしまうことがあります。それは本当に申し訳ございません。でもそのような方のために直接僕に会っていろいろな意見交換をできる場っていうのを設けたいなと思っております。まず会場は最初は東京とさせていただきますが、今後このような意見交換が好評であればさまざまな場所に拡大していきたいなと思いますけれども、まずは東京でやらせていただきたいなと思っております。実際にこの一つのですね、会場を貸し切りにしてですね、僕とさまざまな意見交換をすると。もし何か聞きたいということがあれば、そのような質問事項を用意しておいていただいて、直接その会場で僕に質問を投げかけていただくと、それに対して僕は答えていくというような形式を取らせていただきたいなと思っております。もちろん多くの方と意見交換をしたいなと思いますから、人数も何十人というわけではなくて少数でですね、もうコミュニケーションが図れるぐらいな人数にしていきたいなと思いますけれども、そのようなところでもし興味がありましたら足を運んでいただけたら嬉しいなと思っております。でこの日程や募集の方法につきましては、下のですねコメント欄を確認してメールを送っていただけたら嬉しいなと思っております。募集のですね、人数も会場の都合で少人数という場合もありますけれども、そのようなことはですね、事前にあと何席だとかっていうのもこのコメント欄でお知らせしたいなと思いますから、実際に興味がある方は足を運んでいただいて、直接何か不明な点だとかちょっとモヤモヤしてるなっていうことをですね、質問を持ってきてもらって、その場所では解決して帰っていただけたらなと思っております。ではまたいろいろな情報を発信していきたいと思いますから、ツイッター上でもいろいろな情報を発信してますから、ツイッターもフォローしていただき、もちろんこのチャンネルも登録していただいて、さまざまな情報を得ていただけたら嬉しいなと思っております。ではまたお会いいたしましょう。バイ。